ということでね、おはようございます、こんにちは、こんばんは、アークです、よろしくお願いします。いやー、2020年になりました。で、僕ね、いつも1月にお財布を買えるんですよ。まあ今使ってるのがね、こんな感じの財布なんですけど、今年お財布どうしようかなと思ってて、まあネットとかでね、いい感じの財布ないかなと思って。で、僕2つ折りが嫌いなんですよ。ファスナーついてる大きめの財布が好きなんで、ないかなと思ってたら、すごいいいの見つけたんですよ。それをね、ちょっと紹介したい。こちらです。ウォレットプラスって言ってね、なんとこれ財布なんですけど、自分で作る財布なんですよ。ということでね、今日はこれ使ってね、自分で財布作っていこうと思う。そんなんですね、もう財布やんと思うじゃないですか。うわ、なんかいっぱいパーツ出てきたよ。こんな感じ。その手縫いっていうの、じゃあ早速やっていくか。こんなん素人ができんのかな。これ怖いな。なんか1センチのとこ切るって書いてあるけど。はい、まずチャック切りますね。いや、普通のハサミじゃ切れへんかな、これ。これ何してるかというと、ほつれをね、ライターで破ってます。切ったところもろもろがね、やっぱ出るからね、こうやって綺麗に。あ、ここシールなっとるんだね。これ両手になっとるわ、なんか簡単な。とりあえず貼ります。でね、ファスナー貼った。とりあえず仮でね、仮で貼りました。ということでね、今ね、めっちゃ時間かかった。今ね、手縫いしていきました。こんな感じ。なんかちょっとね、まあ初めてなんで歪なんですけども、こんな感じですね。手縫いをしていきました。いやー、ギリギリ間に合った。とりあえずこんな感じ。手縫いめっちゃ時間かかるね。とりあえず表側のファスナーだけ完成しました。あとはね、中も塗っていきたいんやけど、充電なくなるからね、ちょっとまた後で作っていきたいと思います。はい、ということで、ここから続きやっていきます。次はね、このこれを貼っていくと、接着剤でつけろと。終わった。これカード入れるとこだ。で、次がこの、これですね。これがね、コインケースになる部分ですね。コインケースのここだけ塗っていきます。このコインケース貼ってきます。でね、謎のパーツです、これ。これが非常に難しい。今ね、こんな感じのコインケースくっついたんですけど、そこにこれを貼っつけながら塗っていくと。やっていきましょう。 OK、 縫い付けれた。こんな感じです。わかるかな。ここ縫い付けたよ。うわ、めっちゃなんか財布っぽくなってきてる。もうちょっと、もう次ラストやわ。今ね、塗ったこの斜めのところと、ここの一番下を縫い付けていきます。まさかの取れてない事件でした。今ね、今の床面を処理してまして、それ処理終わって、次こう今綺麗に処理して、今ちょっとクリームを塗ってます、皮に。ということで、緊急で撮ってるんですけど、床面処理するとちょっとね、画像で分かりづらいかもしれないけど、黒くなってて、
とこめん未処理やとちょっと乾いてる白っぽい感じになる。まあこんな感じですね。うん、いやまさかのね、撮れてへんかったっていうね、今動画びっくりした。一人でずっと喋ってた。完成です。イエーイ、すーげー。あ、肌触り良くなった。やばないっすかこれ。やべ、めっちゃテンション上がる。今使ってるのがね、こんな感じで、あんまりサイズ変わんないんでね、ちょっと僕大きめ、二つ折りじゃなくてこういう大きめが好きなんで。いやーすごい。でね、やっと完成したんですけども、今日から使いたいと思いますってね言いたいんですけどね、僕ちょっと風水とかちょっと好きなとこありまして、1月の22日にねこいつを使い始めようと思います。僕みたいに年始とか多分春前ぐらいにね、お財布買い出したりする方多いんじゃないですか。そういう時よかったらね、僕みたいにこうやって手作りっていうか、まあ手縫いでね自分でやってったらね、多分愛着とかすごい湧くと思うんで、よかったら作ってみたらいかがでしょうか。ということで本日もご視聴ありがとうございました。もしこの動画面白かったり、ちょっとやってみたいなと思った方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ということで、レーザー職人のアークさんでした。やば、あーこれめっちゃいいわ。はよ使いたい。